本屋国は、日本の美術史学者、多摩美術大学名誉教授、多摩美術大学美術館館長、美術愛獣館館長、元府中市美術館館長、愛媛県松山市生まれ、東京で小学校入学、中学2年の夏まで札幌トータルで過ごす。1976年東京大学人文系、大学院修士課程西洋美術史専攻修了、同年秋より、 東京国立近代美術館勤務。1986年度主任研究員。1992年度企画資料課長。1994年度美術課長。1981年マチス。1983年ピカソ。1987年ゴーギャン。1989年ルドン。1994年。 木村中太などの解雇展を手掛ける一方、1984年、メタファーとシンボル、1990年、手塚治む、1992年、継承の狭間に、1993年、黒田秋、1995年、辰野豊子などの現代的な企画に関与、1998年、玉美術、大学共通教育学科教授、 2001年から2009年府中市美術館館長を、兼任2006年多摩美術大学大学院美術、研究課長。2011学校法人多摩美術、大学理事。2019年多摩美術大学名誉教授、多摩美術大学美術館長。2004年、オディロン・レドンで芸術編奨新人賞を受賞2019年6月3日19時30分。 心筋梗塞のため、東京都内の病院で死去。70歳没。https://prtimes.jp/.main/.html/.rd/.p/.000016.000034331 html。翻訳に押し死去時事 .com2019 年6月5日。ありがとうございます。